これまであっただろうか、こんなに笑いが止まんない。チャンネルは次なるマイカー候補を探すべく、興味を持った車にとりあえず乗ってみて、スペックだけではわからない乗り味や気持ちよさを体感するチャンネルです。専門知識ゼロですが、何かのお役に立てることができたら幸いです。後部席から出るのが大変だな、これ。よし。なかなかね、クランチが割と硬い。そしてシートベルトが遠い。よいしょ。さあ行きますか。では GR ヤリスをね、本日乗っております。まずはこれから高速へ行こうと思います。トラックモードにしましょう。アイドリングストップもかかるんだね、これ。やっぱもうなんかね、一足だけで十分じゃないかってぐらいなんだかすごいんですけど、ズバーを高速入りますよ。速入りますね。いやー、今トラックモードなんで 50-50 ですね、前後バランスなんですが、いや、いいですね。さあ高速行きますよ。 GR ヤリスでまずは高速。あっという間だね。うお、速い。やば、速すぎる。速い。これはすごいね。これはね、まあ私今マイカーの DJ デミオ 15MB のマニュアル車に乗ってますけど、これはすごいね。やば、なにこれ。やば、すごいわ。なにこのグイグイ。うわ、
これがハイパフォーマンスカーか。すげえな。これはすごいわ、ほんと。しかもめっちゃ安定してるし。うわ。やば。これ、やばいね。すごいわ。いや、楽しい。一応、おお、ちゃんとあれですね、IMT なんで、グリッピングちゃんとしてくれますね。いや、これなんだい。いやーやばやばしか言えないこのボキャキンなんだけど、ちょっと待ってよ。しかも何このハンドルもね、安定してるし、もう直線へ前へ前へ前へと行く感じ。いや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 、ちょっと、そうか、グリッピングしなくていいんだね。ついて自分でしちゃうんだけど。おお、すごいすごい、二足今入れたけど、ちゃんと入る入る。うおお、やば、早すぎる。やば。加速、今ね、料金所のフル加速をやりましたけども。今のフル加速なんだ。これは、味わったことないフル加速でしたね、久々に。しかもね、特にトラクションが乱れることなく、まあよくね、あるのがね、やっぱクラウンとかでフル加速すると、ね、ちょっと滑ったりするんですけどね。いや、これ何これ、全然安定してるわ。やばしか言えなくてごめんなさい。本当にもっと日本語を上達したいわ、本当。これみんな味わってほしいよ、これ絶対味わってほしい。これね、車好きの人だったら一緒に一度でもいいから乗った方がいいっすよ、これ。やば、何この車、これは伝説に残るんじゃないかな。なんか後ろがちょっとトラックに煽られてますが、いやね、こっちもスピード飛ばしたいとこは山々ですけどね、もういっぱいいっぱいなんで、制限速度いっぱいいっぱいなんでね、あれですけどね。いや、すげえな、何これ。うわ、今4速かな。デミオだとね、いつもね、今何速かって表示されてるんですけど、今4速なんだけどね、加速全然ね、4速でもね、踏み込んでもね、加速度合いが違うっていうんですかね。デミオだとその、なんだろう、うわ、IMT だから楽。デミオだとね、やっぱね、まあなんとなく、まあ、2速のフル加速みたいな感じが今4速のフル加速でも味わえるっていう。何これ。やば、パワーありすぎでしょ。やばすぎる、もう。やば、これやばいわ。3速でしょ今。
でしょ。こんなにスイスイ行かないね、デミオだとやっぱり。まあ一応ね、このチャンネルはね、まあいろいろ、まあ一応同じ場所、まあこれから行くんですけど、 C1、 首都高 C1 をねぐるぐるして乗り味楽しんで、でまあ将来のね、いずれかのまあ、買い替え候補、まあ今デミオを乗ってるんですけどの買い替え候補にしようと思ってるチャンネルです。そんな運命の出会いの一台を探すチャンネルでございますが、これは運命の出会い、出会っちゃったんじゃないかな、これはね。まあ去年のね、去年の9月ぐらいに上げた動画でね、マツダ3の MT のスカイアクティブ X 上げてますけども、あれもね運命の一台だなと思ったんですけど、これはやばいぞ。これはちょっとね、なんかやば、もうちょっと鳥肌立ってます。スカイアクティブ X のあのマツダ3よりすごいなこれ。加速がすごい本当に。嘘でしょ。やばいよこれ。サブイボが出るなこのね。いやー、そうですかそうですか。GR やりすごいね本当。はあ。これはね、ちょっとパワーも、まあ明らかにもうあれですよね、今乗ってる私のデミオと比べちゃうと、もう完全に違いますよね、本当に。これはもう、まあスペック上からも明らかだと思うんですけど、いやー、しかしなんだろうね、スペックで現れない、こう、みなぎるこう興奮といいますか、それがなんかちょっと違いますね。ちょっと一回フル加速してみたいな。ニークラーパーキングってこれどうやって入るんだこれ。ああ、やば。ニークラに入って出れますよね。出れると願いたい。IMT 楽だけど、でもあんまりあれだな、まあね、慣れた人にはそんなに恩恵はないかなって感じはする。お、すいませんね。じゃあ、ターボが一番かかってるのは、やばなんだよこれ、この加速やば、いやーすごいわこれ、何これすごいよ、何これ、うおーしか言ってないんじゃないか今日の動画でも伝わりますかね皆さん、この興奮。これはね、ぜひ皆さん、今トヨタレンタカーで、全然これステマとかじゃないんで、ご安心いただければと思うんですけど、レンタカーでね、GR ヤリスレンタルしてるんですよ。でね、RZ もね、一部、地域ではレンタルしてるんでね、これは乗った方がいいよ、これ。絶対乗った方がいい。もう、多分このチャンネル見に来る人はね、少なからず車に興味ある人だと思うんですよね。これちょっと乗ったらね、パパ揺らいちゃうと思いますよ、これ。奥さんの説得が大変かもしれない。でもね、一緒にね、レンタカーでね、奥さんも一緒に乗って、これすごいねってなったら、もう、あれじゃないですかね。大蔵大臣、説得できるんじゃないかなと思うんですけど。いやいやいや、お、覆面さんがいらっしゃいますね。ここは、似
110系クラウンですか。いや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 、ちょっと待ってよ、ちょっとなんかもうインナーが汗びっしょりなんですけど、ちょっとちょっと、やば、何これ本当に。ここ美女木か、ここでありかな、5号線。ちょっと待って、何やってんの。ダメよ。さてさて、池袋、ご信号なんだね。よしよし、美女木ジャンクションでございます。一旦ここでちょっと一呼吸落ち着きましょう。ちょっと興奮しすぎですいやー、やば。しかしね、いいんだよね、これ結構難しいね、クラッチね。逆にこれうまくつなぐの難しいわ。そうクラッチね、こうつなぐときね、やっぱね、こうエンジンのパワーがすごいだけあってね、結構前に前に行く感じがありますよね。そこのちょっとねショックね、ちゃんと考えてクラッチ切ってあげないと、あ、なんだ、つないであげないとね、結構難しいかもこれ。さあ、すげえな、しかも今3速でしょ、びっくりするびっくりするぞ、ほんと。すごいなこれ。あれだね、おととし乗った BMW M4、あれ400馬力でしたけど、あれにやっぱ近い感じはありますよね。こうフル加速の、なんていうんですかね、G がかかる感じといいますか、それは感じるな。いやとりあえずね、こっから今5号線入ったので、首都高にね向けて、楽しくドライブをしていこうかな。というちょっとね、一呼吸を置いてね、ちょっと GR ヤリスのいろいろ目につくところをね、いろいろ解説というかコメントをしていきたいなと思いますが、 GR ヤリスはね、まあ私は通常のヤリスね、 1.0リッター、1.5リッターのガソリンモデルと、まあ乗ってきましたと。あとハイブリッドもね。なんでまあヤリス系はもう制覇うちのチャンネルでしてるんですが、まああれですよね、インパネ、この見えるところはね、まあ、このタコメーター、スピードメーターとかハンドルはちょっと違いますけど、あ、でもハンドルは同じなのかな、いやでも違うよね。まあ基本インパネは一緒ですよね。だからなんか違和感なく操作はできるというか、まあ同じ位置にボタンがあるんでね、ありますと。ただやっぱりあれっすね、鉱石はさすがにちょっともう本当に緊急用って感じはしましたね。ちょっとねカメラセッティングするのが大変でしたね。でそうね、結構意外とあれですかね、なんかやっぱロードノイズは多い気がします。どうでしょうね、まあなんかヤリスの動画とちょっと比較してみないと何とも言えないですけど、結構大きめな気がします。これはまあ、ね、余計な吸音材とか入れてないせいなのかなとは思いつつも、まあレーシングモデルですからね、競技用ですからしょうがないですねそこはね。わ、このカーブ何これ、
全然これあれですね、すっごいわ、安定性が高すぎて、ていうかもうハンドルがね、こういう直線になったらね、もう完全にもうなんかピターッとまっすぐ行ってますよね。まっすぐ行って、いやすごいよこれ。結構クラッチはね、ちょっとやっぱデミオフィですけどね、重い感じはしますよね。今5速に入れて、これでフル加速するとどうなんだろう。ああ、なるほど。今5速でフル加速しましたけど、やっぱあれですね、なんか徐々にこうターボブーストが効いていく感じですね。さすがにね、まあ5速だからね、そんなにキビキビいかないにしても、まあやっぱりターボブーストがかかるとすごいっすねこれ。いやーすごいな。ちょっとこれで6速入れてみよう。え、6速で踏むと、あーまあさすがにターボブーストはそこまでかかんないですね。おお、いやーしかしね、あれっすね、ほんとよく曲がってくれんな、ほんとすごいわね、ほんと基本性能はすごいっすね。いやー久々にこんなに興奮するの、もう久々で。ターボがぐーっと効いてる感じがしますよね。おいやすげえわこれは。これはあれですね、これ120キロ区間とかになったらこれ楽しいですね。これバイド、日本のこれ首都高だったらもう2速で十分なんじゃねえかって感じだね。それぐらいすごい、もう十分なんかあっという間に、何でしょう、流れに乗っちゃうと言いますか、やば。方面板橋ジャンクションか、いやー楽しいね。 C1 が本当楽しみだ。しかしね、メーターがね、とてもね、見やすいんですよ。ね、まあ、パッと見ね、ちょっとね、なんかもう、
ね、今時の、なんでしょうね、オプテロンメーターとか、ね、液晶ディスプレイのね、メーターと比べちゃちょっとチープさが否めないっちゃ否めないんですけど、まあ昔の、なんでしょう、80年代の車っぽいとやっぽいですし、視認性はすごくね、やっぱいいんでね、パッと見やっぱ見やすいっすね。そこは DJ デミオもね、まあ一応オプテロンメーターでアナログの針ですけど、いや僕は GR やリアリスの方がこれ見やすいかなと思いますね。パッと見のね視認性ですかね、はいいなと思いますね。いやいやいや、まあ一応ねこうやってあのヘッドマウントディスプレイっていうんですかね、一応前方にこうガラスに速度と回転数は映ってはいるんでね、まあそこを見ればいいんですけど、やっぱまあついついねメーター見ちゃうんで、見ちゃうけど、でもメーター見るとすごくいいっすね、見やすい。さあいやーすごいわ、ちょっとのねハンドルで、ハンドル操作というかで、よく曲がってくれると。いやいやいや、すげえ、いやいや全然ね、あの最近のほんとトヨタはね、どの車もね今みたいなカーブでもね安定したこうね、なんでしょうね、まあ剛性感がある感じではあるんですけどね、ちょっとなんか格が違うな、ほんと格が違う、剛性感って表現したらいいんでしょうか、表現の仕方がもう分かんないです。いやーすごいね、やっぱ結構積極的にあれですね、回転数上げていく、上げていく、でもマニュアル車だもんな、どうなんだちょっと僕素人だとすいません、本当に分かんないです、トラックモードとスポーツモードの差がちょっと分かんないな、いや峠行ったら分かんのかな、どうだろう、ちょっとまたスポーツモードにしてみる、
ポーツモードですけどね。まあ確かに、ああでもあれか、加速するときはやっぱり後ろからこう押される感はあるね。確かにね、これトラックモード変えよう。どうだろうな、これこれはちょっとプロじゃないと分かんないな。僕は本当分かりません、このトラックモードとスポーツモードの違いは。ちょっとこれノーマルにしてどうなんだ。いやー分からんまあでもそれだけ普通のモードでもあれですよね、あのよくできてるってことですよこの車は。いやーねー、すごいわ、こういうの作ってきたんだもんな。ほんとトヨタすごいよな。いやーほんとあれですね、なんか首都高を頻繁に走りたい人はね、とても楽だと思いますよこの車やっぱあれな、 IMT な、なんかあーでもやっぱ自分でやっぱ回転数はね、普段はね自分で合わせてるじゃないですか。やっぱちょっとあれかな、 IMT、 なんかそうだな、やっぱ普段ね、あのマニュアルで慣れてる人は IMT 使うはなくてもいいような気はしますね。なんかやっぱその操作回転数上げるっていう操作がやっぱ一つのちょっと楽しみなのかなとは個人的には思いますね。こうやって2速に下げるとき、ああそうだな、2速に下げるときはやっぱめっちゃ煽ってるな。ですね、ついに C1 に突入いたしますよ。